王のあずまは、奈良時代の苦行、武人。正し職大部、王の旗康の子。生は君の血や損。官位は、十三味、三義。和道七年不世人と共に、騎兵百七十期を率いて三橋で、白城市の入京を迎える。養老三年生六位下から二回昇進して、十五位下に少女。養老四年に発生した、江ぞの反乱後。 間もなく絵図開拓の本拠として、多賀作を築く。人気元年2月に、聖武天皇の即位後間もなく15以上に除せられる。同年3月に、街道の絵図が反乱を起こして、道の下大城、佐伯寺やマを殺害する。この反乱を鎮圧するために4月に、自設大将軍、藤原馬海以下の遠征軍が派遣され、11月に帰還しているが、 東人は副将軍閣で従軍したらしく、翌人期二年軍校に対する助訓位が行われた、際十三に訓二等の馬会に次いで、東人は、十四位した伊佐を四等を授けられている。天平元年道のの鎮樹将軍に任じられていた、東人は、陳平の功績に対する助与上奏して許され、功績第一等の者三十名への二回。 昇進などの除位が行われた。天平三年十四以上に除せられる。その後も、江夷の開拓を進め、天平五年にはそれまでも上川川口付近にあった、出羽作を、小物川川口付近に移している。天平九年正月に、道の桑瀬地県鎮守将軍の任にあった東人は、田賀作から、出羽作への直通連絡路を開通させるために、その経路にある、 男勝村の政当許可を朝廷に申請した。これに応じて、兵部教、藤原麻呂が、自節大使に任じられ、2月に、関東6カ国の騎兵戦挙を率いて、多賀作へ到着した。3月1日に東人は、精鋭の騎兵196機、陳兵499人、道の区国兵5000人、基準した、遺敵249人を率いて、鹿作から遠征に出発。 大う山脈を横断し、男勝村の絵図を基準させて、大う連絡通路を開通した。3月11日には東人は、高が区に戻り、連絡通路開通について、大使、藤原麻呂に報告を行っている。天平11年、道の国あぜ知県陳述府将軍に、大和神を兼ねていたが、参義に任じられ、苦行に列すす。天平12年9月に、多宰将に、 藤原博次が九州で挙兵。東人は自設大将軍に任じられ、古道から挑発された1万7千人を率いて、博次の討伐を命じられた。9月末に東人は長戸国へ至ると、再起常人、安倍虫マロに先発隊を率いさせて都会させ、板潰鎮を攻略。10月に博次軍一万機が板潰川に到着して、 再起上人らの官軍6000人余りと改戦、官軍が広継軍を破る。10月23日官軍は船で海上に逃れていた広継を捕らえ、11月1日に、東人は広継とその弟綱で起きた。天平13年、藤原広継の乱を鎮圧した勲功により、14位以上から3回昇進して、13位に除せられる。同年、聖武天皇が、 国系に選挙した際、旧都平城系の留守役に任じられる、天平14年11月2日公挙。最終官位は、参議十3位。俗に本気による。ありがとうございます。